こんにちは、志向です。見ていただきましてありがとうございます。今回は透明水彩で富士山を描きます。アクリル絵の具で描いた富士山などの絵はタイトル下の動画の説明欄におすすめ動画としてリンクを貼っておきます。そして私の画歴などはチャンネルの説明欄に載せておきました。よろしかったらご覧ください。今回は静岡の美保海岸から見た富士山を描きます。雪の積もっている富士山です。この景色は左側が西で右側が東になります。美保海岸から見ると富士山の東側中腹に宝永山が見えます。ちょっと出っ張ったところです。美保海岸に沿うように美保の松原を描きます。最後に波打ち際の線、打ち寄せる波の線、海からの波の線を描いて下書きを終了し描き始めます。パレットにはいろんな色がありますが、今回はここら辺の青の3色ぐらいを多く使います。はじめに空から塗っていきます。一気に塗っていきたいので最初に試し塗りで色を見てから塗ってください。上の方から雲の場所を避けて塗っていきます。富士山の周りは空気感を出したいので洗った筆を使います。筆の先を上空の空色に置いて筆の腹を下にぼかすように走らせることによって空をなじませていきます。雲も同様に洗った筆でぼかしていきます。白い雲に青が入っていきすぎるのを防ぐため、そして筆跡を消すためにティッシュで水分を抑えたり色を拭き取ったりします。今回はこんな感じで OK です。ではそのまま富士山を描いていきます。いきなり濃い色ではなくて薄い色から様子を見るように濃い色にしていきます。富士山の裾野は茶色やら紫色の色を加えていきます。美保海岸から見える富士山に欠かせないのは宝永山です。富士山の東側中腹にあるちょっと出っ張ったところです。次は美保の松原です。とりあえず重たい色で乾くまで置いておきます。海を描きます。遠くの一番深いところから描いていきます。だんだん手前に行くに従って波を表すように腕の腹を使ってかすれるように描いていきます。
美保海岸の波打ち際の砂浜は湘南海岸と同じ黒っぽい砂です。ここからまた松林を描いていきます。冬の松林はちょっとくすんだ濃い色をしています。ところどころ日も入るので塗りつぶさないように描いていきます。遠くの街並みをラフにさらっと描いてまたぼかします。砂浜の感じを出したいのでティッシュでまだ乾いていない周りの色を使って色を入れていきます。日本画の言葉で言うと汚しというやり方です。波の場所が乾いてきたので上から白でザブーンと跳ねる波を入れていきます。富士山も乾いたところなので、ここから細かく描いていきます。ここから一番白い波を入れたいので、透明水彩ですと沈んでしまうので、ここはマット水彩を使います。富士山の仕上げも描いていきます。駿河湾の水深は急に深くなるので、遠くは濃くなります。松は斜め下に枝が出ていきますので、ちょっと意識して描いています。
ここでマット水彩の白で波のしぶきを描いていきます。歯ブラシに白をつけて指で弾いていきます。他の場所にはティッシュを置いて隠してください。かなり周りに飛びます。歯ブラシでそのまま飛び散る波をかき上げるようにして描いていくのもいいですね。これで出来上がりです。今回は静岡県民の私が見た冬の富士山です。楽しんでいただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。何かお気づきの点がありましたら、コメントいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。